Pantera, entra nas áreas. Pantera,ナイトバザール。なんかいろんなもん売ってるみたいやから。そうか、そうかも売ってるな。すごいな、売却で髪の毛がわっさーなって。じゃあ、行きましょうか。はい。タナートブッカーとはやっぱちょっとちゃうな。そうかな、ちょっとまあ明るいし置いてるものが、なんか気持ち綺麗、やっぱり気持ちね、あとまあ下がロレックス見るだけ安いね。ああ T シャツめっちゃあるだよ、ほらシュプリームかっこいいな。問題のシュプリームロレックスもあるって言ってたから今、ロレックス興味ないんやけどどうしたらいいの。じゃあスルーで聞かなかったことにしよう。靴屋さんあるね。ちょっと寄る、ちょっと寄ろっか。お麦 OK？ 見たことないけどエアマックスなのかな。ああ、how much? 1,100 バーツ。1,100 バーツ。1,100 バーツか。およそ 3,000 円。4,000 円間ぐらい。3,000 円ちょっとかな。こんな子供のやつも可愛いし。こんな方見たことないわ。これはグッチって書いてるけど、グッチなんだ。グッチじゃん、グッチ言うぞ。グッチって書いてある。超グッチって書いてある。大丈夫それ。いろいろと。そう、あれは気になるのは。ナイキ？てか、見たことあるこんな。ない。俺もない。アディダス多いね。え、そのヘビ何？ヘビとトラ。Please discount. Please. ลดให้หน่อยได้ไหมครับคุณป้า1,100 バーツが1,000 バーツなんで100 バーツだけ。100 バーツおまけ。だからもうちょっと下がりそうな気がするからな。ああ。両方ね。両方入ります。ほら両方入ってみなわかんないからな。片方だけ。まあ。一瞬お願いして300円下がるっていうね。そう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 。ここで一回買えるふりをかますっていうのはよくやってる。まあね。ナイスナイスナイスな。いいやな。そう、可愛いよ。まあ予算ないっちゃ予算。ペブリア。ค่อยหลักนะโอเค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 なるほど。これかわいいよ。キープなキープな。またな。すぐ諦めたすぐ諦めた。粘らない引っ張られない。100バーツは下がったけど、実際多分2足買うとかやったらもう200、100いけたかな。もうちょっと粘ったらあとなんか100バーツ、200バーツくらい下げてくれそうな。こいつら動画撮ってっからみたいな。だね。めっちゃ靴が多いな。靴スが結構多いし、であんまり言うほど下がらへんな。まあ思ったよりはね、まとめ買いしないとダメかなっていう。あそこでこう買えるってなったらちょっと奥行ってみようや。あそこも靴あるやん。もうちょっと下げてくれるかなと思うんですけど、結構すんなりもう逃がす感じの、まあそんな稼ぎ時やし、日本人2人ごときにって感じかな。言い方は悪いけど、そらしますちょっと何言ってるか分かんない。あんちゃん俺らのあの値下げ交渉やな、下手すぎたんちゃう能力が下手すぎる。こうなんか気になる靴あったんですけど、あームービー OK。 エアジョーダン、エアジョーダン置いてんだ。うん、ところよ、エアジョーダンっす。エアジョーダン実際でもこれああ、ハマチ1600バースってことじゃないかな。あ、1600バース。オッケーオッケー。早いな、聞くんが。うん。値段聞くんめちゃくちゃ早いな。とりあえず下げたい。じゃあ、一回ちょっと下げてみてって。これ、エアジョーダンってさ、普通に買ったら何本ぐらいするの？ 2 万ぐらいすんのやっぱり。いや、2万じゃ効かんのんちゃう？わからへんねんけど、その値段が。1600バーツって言って、サーブロック18でサイチはさ、4800円。およそ5000円。見たことあるような、ないような。でもまあないことでもバッシュやろ。でもこれうん、もうもろこれもろじゃん、もろ出しやん。冗談やんなこれ、うん、冗談じゃない。今カットの方向でそういうことか。レッドブルの帽子あるで、シュプリームと。まあな、帽子もめっちゃ面白いな、やっぱりタイガー。これは靴わかる。アディダスって書いてあるんですけど、これはちょっとこういう靴知らんの。知ってる？このカラーリングないもん。見たことない。靴に詳しくなさすぎてわかる。うん。エアジョーダン。1600バーツ、結構高いな。言うても高いな。ああ、俺は最近上かな。ハイネックっていうか、まあなんていうの、ハイカットっていうか、ネックじゃねえわ、ハイカットだわ。首なんやなまあ首になったみたいな。首なんや、足首だけに。あ、そういうことはうまいやん、間違いないですよ。あ、滑ったから流して。多分2728ぐらいで。あれか、じゃあな、予備でこっちもでもナイキやで、エアーとかでも一緒やもんな。うわっ、マジで。これなんか俺ようちょっと名前分からへんねんけど、よう履いてる人もいるよな。めっちゃかっこよくない？あれか2000。ああ、これは高い。2000やけど1700。お、これは高いんや。でもめっちゃ可愛いな。これってもしあれなのかな、靴詳しい人が見て、多分例えば履いてたらちょんばりぐらいのレベルなのかな。俺はちょっとわからん、パッと見はわからないんだけど。全然なんかもう内側になんかタグがあったらどうたらこうたら言うけどね。要するによくできてるのかできてないのか。なんかあんまり関係ない。はい。あ、オッケー、怖い。はい、行きましょう。中入ってるから。いつもこっちじゃないの、まっちゃん。こっち系じゃないの、まっちゃん。これ結構気になるな。かわいい。まあまあ合わせるだけがさ、鏡で。ああ、なるほどね。はい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 そういうことか。ああ、わかるわ、わかるわかる。オッケーオッケー、サンキューサンキューサンキュー。1700はちょっと高すぎへんか。俺は履くまでちょっと分からへんかったけど、実際は履くやん、でも履き心地はもう抜群にしょぼいほんで入ってみるやん、なんか本物持ってないけど絶対偽物やん。え、もう一回言って。インスタグラムとかでようなんか韓国の人が着てるの見るんやけど、これグッチって流行ってんの。まあグッチ、天下のグッチだからね。200。200バート。グッチの T シャツが。およそ600円ちょっとで買える。そうかな。絶対ダメやろ。ダメだろ。めちゃくちゃ面白いやん。グッチのセット。セットって。お、ないかナイキね。完全にスプリーム言うてもってやん。すごいな、かっこいいな。暗いしな。もう高いな。もう高い、安い。How much this? Which one? ああ。ちなみにこれは払いか。600。600円。なるほどね。1800円。おお、北米バスね。なるほど。あ、これ。ザワールドやな、それは。600ディスカウント。サイズはある。ペンパイ。かわいいペンペン。ワサイズ。ああ、なるほどね。ほら、タマイペン。くらい。マミ軍。600バーツから来たやろ。っていうことはまあ半額近くのスカート。の。This one is set. Yeah. Yasui. Size ある。結構あれやな。すぐパッと下がるな。ここは。思ったよりね。1セット、1セット、2セット。2セット900。2セットやったらね。OK。2セット。800。まだ1個は出してないってことね。オッケー、ありがとう。なるほど。意外と下がるね、2セット。このやつはちょっと下がりやすいかな。基本ね、買い手がおらんのかもね。靴はでもほんまに下がらへん感じがするな。まあ、多分もうちょっと言ったら。まあまあ、なんかセット販売的な。でもな、2個もいらんしなっていう感じ。バーツ見つけましたよ。シンプルですよ。こんな白いパンツとかはちょっとなんかあれやな、汚れが押しこもらしたらもうアホアホマンになっちゃうね。すぐ色ついちゃうから。あ、いいか。違う店でシュプリームのパンツ置いてるかって言ったら置いてなかったね。だけどここ置いてんねんな。やっぱなんか似たようなもん置いてるけど、その店によってあるもんないもんっていうのがあるから、まあ全部見てから決めるっていうね。なんか面白いな。いろいろ探してみるのもいいない。お、ドローン売ってる。今から拾う。ドローン売ってる。まあそれはまあ置いといて。どうでした？ドローン買ってもタイじゃ飛ばされへんからな。どうでした？ナイトバザール。逆にどうでした？ナイトバザール。わあ、コッミが多いね。自主規制。逆にどうでした？綴りやってんのかなっていうのが何個か。まあ売ってるもんは、そういう何コピー商品に対しては大体同じようなもん売ってんな。T シャツにしてもパンツにしても靴にしても、実際まあ見て回る分にはまあ面白いとは思うし、靴はでも履いたらほんまになんかまあ自己責任やね、これに関しては、買い物に関しては。まあ売るのも買うのもね、うちのまあダメなんで、まあまあ落ち着け変動会。困ってる顔や、あの顔。困っている顔や困っている顔や。以上です。うっそ、押し切った最後までご視聴ありがとうございます。それ言わへんって言ってんやあ、満足しちゃったよ。